標は5000枚流す。お、え、今なんか演出あった。あ、裏点じゃない？裏点だと思うよ。裏点 1回レジストップが4分の26の可能性が限りなく今のところ高いと思うので粘りたいなと思います。はい、下から2番目チャンス、多分ね当たると思う。ゴリゴリの天国なんで。はい、わあマジで、ここで当たんなかったらまずいんだよな。ここで当たってほしい。これ抜けちゃうとな、きついのよ。天国、当たってくれ。やお、はい、下から2番目チャンス、分かったよ天国は。またなんか引かなきゃダメ。リプ2連、いやー当たりそうだけどな。よし、504ゲーム、ギリギリ持ちメダルで当てました。天国、結構今ねずーっとざわついてて危なかった。ギリギリ当たってくれたって感じかな。リップ3、リップ4、ジューストップ、あーダメ。はい、235枚、一応天国から当たったんで 25% あるかな。あー、ない。あ、あるじゃん。あるでしょ。それかずっと状態良さそうだったからな。両方ありえる。天国かな。
ちょっとこれ単発だとね、3連単発になっちゃうから、まあ天国だとしてもここで当てたいよね、早いゲーム数で。出玉もなくなってしまっているので約450枚ぐらいかな。この天国落ちちゃったらやばい。いやー出目弱い。いやー今の天国させなかったのきついな。はい、今 AT 終わって220ゲームなんですけど出玉がすべて飲まれたので、ここから追加投資していきたいと思います。いやー AT 終わった後ね、天国スタートだったんですけど、それをスルーさせちゃったのが悔やまれますね。あそこで早い初当たりが引けてればまだやれたんですけど、でも今これで投資が3万円目なので、まだね、全然少ない方なんですよ投資が。だからやりたいと思います。天国、いけ、上がれ。当たれ。当たった。いやまたこんぐらいのゲーム数か。結構ハマるんだよなでもそんなでもないんだよな。はい、452ゲーム、投資が4万円ぴったり、追加投資して4万円ぴったりです、全部でね。いやどうしよう、4なのかな、もしかして。まあでもな、6の可能性も全然あるしな、難しいよ。まあ今これがもし単発だったら4連で単発になっちゃうんで、ちょっとまたそれはそれで考えよう。はい、306枚ストックあってくれ。これ単発だったらきついよ。いやー、ばらけてる。なさそう。なし、単発。4連単発だね。裏転で当たって2連してから、ずっと中ハマりぐらいで単発だね。そして追加投資して単発。いやーやっぱ G ストップずっとやれてないのもね、入ってるのに当ててないのがまず出てない原因だよな。4か6だとは思うんだけどね。あるのか。
ありそう。はい。え、もう一回。はい。はい。よし。22ゲームあったストップが。あー、先生、あ、この音楽やだ。これだよね、ゼースステージは。よーし、3発回避した。これが、もう次も確定してるんで、何かしら薄いループを持ってる AT だとしたら、もうこの AT で伸ばすしかない。もうループを持ってる AT で伸ばすしかないんで、凱旋はこれ大事にしよう。とりあえずここで上乗せたい。外れ、あ、あるよ。ない。はい、2セット510枚、5と乗せらんなかった。3、はい、3連900枚。いやー、あるかな、なさそう。3連か、ラスト3連で終了。あー、でもモードいいですね。あー、天国か、ストップか。ここでまだあればいいんだけどな。いけ、風吹いた。ストップがあればここら辺から始まる。お、あるかな。始まった。3回目、当たった。あー、よかった、まだあった。よし、 V 26ゲームいいぞ、来てる。やっぱこれで伸ばさないとダメだね。6連まで。今この AT が何かしら薄い、多分 50% 以上のループを持ってる状態に当選してるんで、ここで G ストップとか巻き7連とか、まあ赤7とか5等引いてこの AT を伸ばさないと今日はきついかなという感じなので、これを頑張る。はい、1105枚。もう一回 V 出てくんないかね。これ1370枚。今回も上乗せはできず。ブイ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 。あー、中段リップ引いた。5だ。ててん、
ダメ。一応目に見えているのはここまでですが、まあループ持ってると思うんで、まだ可能性はあります。はい、1698枚目に見えるストックはここまでです。うわー、だらけ目出た。いやー、もうないかも。一応鏡。さあラスト終了。6連。まあまだマイナスではあるけど、かなり戻ってきたね。でもモードはそんな通常よりは上だな。おお、チャンス。中段がいい。下段か。あはー、フェイク。もう今日何回フェイク見たんだろう。多分10回ぐらいかな。下から2番目チャンス。あー、下段か。フェイク。お、下から2番目チャンス。いやいや、デジャブデジャブ。あ、枠内、あ、枠内宝石2個。1回で終わった。ここで当てたい。今日ね、6000回転ぐらい回してるんですけど、まだ中段キナナ引いてない。ここで中段キナナ引けたら当たるんだけどな。はい、下から2番目チャンス。お、中段キナナ言ってたら来た。キナナ2連、間に合ったかな。当たってない。もうやめれないゲーム数になっちゃう。はい、520ゲームということで、今本日最大ハマりを更新しました。さっきの510で当たったのが最大ハマりだったから更新した。一応出玉はまだ800枚、700枚ぐらいはあるっていう感じです。あ、雰囲気だけでは天井はいかないと思うから、まあ出玉内で当たってくれればなと思うけど、まあ出玉がなくなったところでもうそのゲーム数はやめれないゲーム数なんで、まあ当たるまでは打ちます。なんか引いたっけ。斜めキナナか。風吹いた。いいとこで引いたな。お、当たった。はい、537ゲーム持ちメダルで当たり。やっぱ天井はいかないね。はい、でもね、まあまあ飲まれた。せっかく6連したのに。今のもゲーム数的には右上がり斜めキナナで直撃で当たってるようなゲーム数なんで、あの偶数設定の、まあ、特徴的な当たり方。
1枚さあ、あるか。ないかな。単発ハマって、単発はやっぱきついね。ストックもなさそう。はい、あ、一番上激アツかな。チャンスじゃん。集団キナナでしょ。え、待って、これゴッドじゃない。ゴッドだよね今。一番上でチャンスだったんですけど、集団キナナでしょって言ったらゴッド止まったんで、ゴッド一角ですね。2回目揃えます。わおー、あーよかった。本日2回目はワオンでゴット。よーし、持ちメダルで当てれたんで74ゲーム。まあこっから伸ばすしかないよね。せっかく引けたんで、まあせっかくなんで今回もハレルヤを目指していきたいと思います。ハレルヤチャンス、撤去前にね、動画に残したいよね。今のいいね、上段のチャンス。だいたい中段キナノだもんねまたね、もしかしたらこのゴッドがホール実戦の最後のゴッドになるかもしれないっていう。引くたびにもうそれを思わなきゃいけなくなってるから、この光景を目に焼き付けとこう。まあまだ引くけどね。3回目、お、4回目、ひなな連チャンス、いきます。いけ上段、あ、やった、エイコ乗った、6連まで。もう1回、はい、6、とりあえずエイコ。今日は6連が2回あったんで、それ以上がいいな。最低7連させたい。勝てな、外れ。ラスト、はい、ゴッドステージ終了。320枚、6連まで。1個乗せた、キナナで。せめてあと1個乗せる。はい、通常ステージ、577枚。今のセットで上乗せはできず、ひなな連のチャンスはあったんだけどね。もう V、 目に見える V。 はい、859枚。1、あと3セット、これ含めて3セットの間に目に見える上乗せを作らないと。デストップもな、なんか今日結局3回しかやってないからな。かなり回してんのに。外れ。1169枚。今回も上乗せなし。お、目に見えるとこだ。はい、渋谷。6までだね。はい、1442枚。目に見えるのはあと1個。でもまあゴッドのループがあるかもぐらい。
通常ですね。いやーステージチェンジしてほしいね。もう V は揃わなかったから。いやーなんか6連の壁があるな今日は。ジェストップ行け。あ、行くじゃん。やった。え、行くよね。はい、4回目のジェストップ。当てます。これは S がいい。 S。 いやー鏡効果が欲しいんだよな。あ、 S がいい。鏡、あー鏡来ない。もうね5とかでもいいよ。あ、来た。あー1個鏡。おほほほほ、お願いお願い。あー7ある、7ある。17、ジェイストップ。せっかく一つ乗っけられるチャンスだったのに。うわー神のイカ出てた。赤ナナがいい、赤ナナがいい。あー中段がいい。あー下段だ、頑張れ。メイクだった。もう上かかなな、今日見合ったよ。チャンスがすごいやってきてはいる。トリプル三連、お、あるよ。よし、ジェイストップもう一回入れよう。左ファーストね、お願い。あ、やった。ちょっと待って、ジェイストップ頑張る、次こそ頑張る。いけ、サン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 。よし、エイコ鏡、鏡、お、いいよ鏡。5 5 5 5 5。え、誰かジェイストップやり方教えて。7 7。どうやれば揃うのジェイストップ。鏡ない、7あったけど。5 3、ちょっと押して。いくよ。ダメ、どうやったらジェイストップ揃うか分かんない。あは、ひなな4連した。乗せろ、いけ。ダメ、すごいさ、上乗せが押し寄せてきてんのに乗せらんない。お、リプレイ3連してる。はい、1751枚。あとはもうゴッドのループぐらいにかけるしかないです。え、今リプレイが3連してる状態だから、ここリプレイ引けたらめっちゃいい。リプ4、これでジェイストップ。またジェイストップか。リプ用のジェイストップね、 OK。 あとはストックなさそうだ。ラスト、あーなかった。はい、苦手なジェイストップ。まあ本当これでつなげられればいいけどね。もうさすがに5回目か今日。入れます。
エコ鏡な、5ばっかだな。はい、エコ S V S 5 5 ラスト H2 エコ鏡5 どうやったら当たるんだろうね、Jストップで、今 Jストップが出てきたっていうことは、ストックもなかったっていうことなんで、結局6連で終了ということになります。今日は6連が3回だよ。6連して全飲まれして追加投手して6連して半分以上飲まれてで6連、何なんだろうね。なんか設定4と設定6の違いって、その設定4は6っぽいのに何か足りないみたいなのが設定4なんですよ。なんかもしかしたら4かもねっていう感じ、それか私がめちゃくちゃ Jストップ弱い6か。初当たりも軽いし絶対天井いかなそうだから、まあ、4か6は4か6ですけど、わかんない、こんだけ打ってもちょっとどっちかっていうのはね、わかんないです。使い割り的には4。はい、一番下。あ、一番下の激アツってめっちゃ熱いよ。まあ中段キナナ、赤ナナ、ゴッド、赤ナナがいいけど、いきます。あ中段キナナだった下から2番目が本当は熱いんだよね、激アツはね。まあでも中段リップでモード上がってて、中段リップでモード上がって、中段リップでモード上がって、中段キナナでモード上がってたら早めに当たるんで、まあそれは風邪ひかない。今日初の激アツが中段キナナだった。はい、今 AT 終わって215ゲーム回したんですけど、まあ、ちょっとモードも下がって激アツとか外したりしたんで、まあ出玉的にはちょっと流してみないと分かんないですが、この辺でやめたいと思います。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。結果が4万円投資で回収がこちら1989枚ということで、まあマイナスになりました。で、今日のゴッドは凱旋は裏転1回でリップさんからの G ストップが7分の2だったんで、まあほぼ設定4か設定6、まあ打っててもそんな感じでした。偶数設定の上で、まあマイナスになったなっちゃったんですけど、マイナスになったのはまあ多分 G ストップやれなかったから。 G ストップが全部で6回入って、それが0回当たりが0回だったんですけど、まあ、そこで7とか、まあ、S とか、まあ、5とかそのリーチ目とかを出してれば普通にそれが AT につながって早い初当たりになったり、まあ、AT が伸びたりしてたんで、まあ、そこの出玉の差っていうのはすごい大きいと思うんですね。で、なんかこういうなんか4-6 の挙動でちょっと何か足りない台って結構設定4が多かったりもするんで、もしかしたら4かもっていう感じです。結果はちょっと分かんないです。でもいつもよりかなり長い時間粘って打ったんで、まあ、動画上は何分ぐらいになるか分かんないんですけど、かなり頑張りました。で、まあ、カウントダウンが始まってしまってるんで、今後も凱旋打てる機会があれば、まあ、積極的に凱旋を狙って、まあ、凱旋のトータル収支をプラスにするのを目標にしたいと思います。
まあ、本日はちょい負けになってしまいましたが、ありがとうございました。じゃあこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあまたねー。